自力優勝消滅。自力優勝消滅、それは自チームが今後全勝したとしても周囲のチームが自チーム以外に全勝したら勝率を上回ることができない状態のことを言います。今回自力優勝が消滅した DeNA が今後首位阪神を含む全チームに勝利し、勝率が8割1分2厘になったとしても首位の阪神が DeNA 以外のチームに全勝すると勝率8割1分6厘となり、DeNA は阪神の勝率を上回ることができません。また阪神以外の4球団も DeNA と同様に自力優勝が消滅すると阪神に優勝マジックが点灯します。通常のリーグ最速自力優勝消滅時期は6月から遅くても8月までですが、今回の DeNA のようにシーズン序盤での自力優勝消滅はそのチームが開幕から極端に低迷していることを意味しているんです。そこで一つの疑問が生じました。シーズン序盤で自力優勝が消滅してしまったチームとは。というわけで今回の動画はシーズン序盤で自力優勝が消滅してしまったチームを紹介したいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。紹介チーム、今回は21世紀以降で5月以内に自力優勝が消滅してしまった7チームを紹介します。ちなみにプロ野球史上最速の自力優勝消滅は55年ダイエスターズの27試合目です。2003年横浜、前年の2002年は49勝86敗、5分け、勝率3割6分3厘。シーズン終盤には森正明監督が最下位の責任を取らされ解任。98年の日本一からわずか4年、この年から14年にわたる長い暗黒時代の幕開けとなりました。横浜がわずか数年で暗黒時代に突入してしまった原因はこちらの動画で解説しています。森監督の後任には山下大輔新監督が就任し、望んだ2003年は開幕戦こそ阪神相手に勝利を収めるも、翌日から6連敗、その後も負けに負けまくり、3、4月は5勝19敗、借金14、5月に入ると8試合で5勝2敗と勝ち越し、持ち直したかに見えましたが、9日からは再び連敗街道まっしぐらに。そして5月27日からの首位阪神3連戦で連敗を喫し、わずか49試合目で自力優勝が消滅しました。この時点で13勝34敗、借金21、首位阪神とは19ゲーム差つけられていました。そして自力優勝が消滅した後も多くの黒星を重ね、結局最終成績は45勝94敗、首位阪神とのゲーム差は 42.5 とぶっちぎりの最下位となりました。2005年、楽天、前年オリックスと近鉄が合併し新たに楽天が新規参入、選手は分配ドラフトにより振り分けられました。しかしこの分配ドラフトはオリックスと近鉄の選手107人の中からオリックスがプロテクトした25選手以外の選手82人を楽天とオリックスが20人ずつ順に指名していくもので、オリックスに主力を根こそぎ持っていかれた楽天は事実上前年5位、6位チームの控え、2軍戦力外選手を中心とするチーム構成でシーズンを戦うことを余儀なくされました。そして2005年シーズンが開幕、開幕戦はエース岩隈投手の好投により歴史的な初勝利を収めるも、翌日2戦目は投手陣がロッテ打線に打ち込まれ大炎上。打線もロッテ渡辺俊介投手に1安打完封を許し、26対0という野球のスコアとは思えない散々たる結果となり現実を突きつけられました。その後は連敗を積み重ね、4月15日からは11連敗を記録、この連敗記録は現在でも球団ワーストです。そして4月30日の西武戦にも敗れ、わずか29試合目で自力1位が消滅。ただこの年は上位3球団のプレーオフでリーグ優勝を決めていたため自力優勝はまだ残っていました。この時点で6勝23敗、借金17、首位ロッテとのゲーム差は 15.5、 その後も歴史的なペースで黒星を積み重ね、シーズン最終成績は38勝97敗、勝率2割8分1厘、レギュラーシーズン1位のソフトバンクとのゲーム差は 51.5 と5位日本ハムとも25ゲーム差離され、球団創設初年度はぶっちぎりの最下位となりました。2008年、横浜、前年は大谷新監督のもと健闘して4位、そして2008年シーズン大谷監督は徐々にチーム力が向上してきたので優勝は難しいが今年こそ CS を目指すと高らかに宣言し自信をのぞかせていましたが、しかし阪神との開幕カードでいきなり3連敗を喫するなど開幕から低迷、4月終了時点で7勝18敗、借金11で早くも定位置の最下位に。5月に入り6日にはシーズン初の連勝を記録するも18日から6連敗、そして5月25日、46試合目で自力優勝が消滅。この時点で13勝32敗、借金19、首位阪神とは 17.5 ゲーム差でした。その後も黒星を重ね、シーズン終盤には球団ワーストタイ記録となる14連敗を喫するなど最後まで最下位を独走、最終成績は48勝94敗、勝率3割3分8厘、優勝した巨人とは 36.5 ゲーム差離されぶっちぎりの最下位。横浜はこの年から3年連続90敗以上、5年連続最下位の暗黒時代絶頂期を迎えることになりました。2015年、オリックス、前年はソフトバンクと熾烈な優勝争いを繰り広げゲーム差なしの2位と大健闘、そしてシーズンオフになるとオリックスフロントは30億円もの大型補強を敢行、 WA ミッドランドから中島裕之内野手、 d
DeNA からブランコの林、広島バリントン投手、日本ハムの小屋の H 選手を FA で獲得。この補強にオリックス宮内オーナーは100点満点と評価。解説者からは開幕前の順位予想で軒並み優勝候補に挙げられるなど、96年以来のリーグ優勝を期待されていました。しかしエース金子投手、セットアッパーの比嘉投手、岸田投手が開幕に間に合わず、シーズンが開幕するといきなり開幕9連敗を喫し、早くも優勝戦線から脱落。その後は一旦持ち直し、4月終了時点で9勝18敗、借金9。しかし5月に入ると再び黒星が先行し、そして5月31日、54試合目で G9 優勝が消滅しました。この時点で18勝35敗、借金17。首位日本ハムとは12ゲーム差離されていました。自力優勝消滅後の6月2日にはオリックスフロントが森脇監督を休養させ、テコ入れを図るも大きく浮上することなく、最終成績は61勝80敗、勝率4割3分3厘。首位ソフトバンクとは30ゲーム差離され5位に沈みました。2017年、ロッテ、前年は72勝68敗、3分けでリーグ3位。しかしシーズンオフには主砲デスパイネ選手がソフトバンクに移籍。ただオープン戦では新外国人のパラデス選手、ダフィー選手が爆発し、オープン戦1位で17年シーズンへ。しかしソフトバンクとの開幕カードでいきなり3連敗を喫すると、その後も波に乗れず黒星が先行。パラデス、ダフィーの両外国人が全く打てず、13日には前年首位打者の角中外野手が戦線離脱し、チーム打率は1割台に低迷。合わせて投手陣も崩壊し、4月終了時点で7勝16敗、借金9の5位。この時点で首位楽天とはすでに10ゲーム差離されていました。そして5月に入るとチーム状態はさらに悪化。5月最初の1週間で1勝しかできず、10日からは8連敗を記録。そして連敗中の16日に37試合目で G9 勝が消滅。これは55年ダイヤの27試合目に次ぐプロ野球史上2番目の自力優勝消滅スピードでした。そしてその後も浮上することなく最下位でシーズン終了。最終成績は54勝87敗、勝率3割8分3厘。優勝したソフトバンクとはゲーム差39でした。ちなみにシーズン87敗は球団史上ワーストです。2018年、楽天、前年は一時期貯金30を抱えるも終盤に大失速して3位。年が明けた1月4日には楽天を創設初のリーグ優勝、日本一に導いた東証星野千一 SD が逝去。東証に13年以来の日本一を誓った楽天ナインはロッテとの開幕戦で見事勝利。しかし翌日から5連敗を喫し、白星を挟んで次は引き分けを挟み6連敗。21日からは7連敗とシーズン序盤で大型連敗を繰り返し、4月が終了した時点で5勝20敗、借金15。この時開幕8連勝で首位を独走していた西武とはすでに 13.5 ゲーム差離されていました。5月に入っても黒星を積み重ね、そして5月6日、わずか31試合目で G9 優勝が消滅。前年のロッテを上回る史上ワースト2位の G9 優勝消滅スピードとなりました。その後は一旦持ち直すも、6月16日の阪神戦で敗戦し、借金20になったところで梨田監督が辞任を表明。平石監督代行となってからは37勝41敗と意地を見せるも、最終的に序盤の大型借金が響き、58勝82敗、勝率4割1分4厘。優勝した西武とは 29.5 ゲーム差離され最下位に終わりました。2021年、 DeNA、 前年は4位に終わり、この年限りで5年間チームを率いたラミレス監督が退任。新たに三浦大輔新監督が就任しました。しかし2021年は新型コロナウイルスの影響で DeNA のみ外国人全員の来日が間に合わず、大幅に戦力ダウンした状態でのシーズン開幕を余儀なくされました。外国人が来日できなかった理由についてはこちらの動画で解説しています。そして巨人との開幕戦ではクローザーの三嶋投手が巨人亀井選手に劇的なサヨナラホームランを打たれ敗戦。そこから引き分けを挟んで6連敗、9試合目で初勝利するも9日から引き分けを挟んで10連敗を記録。4月終了時点で6勝21敗、借金15。首位阪神とは13ゲーム差離されました。5月に入ると先月から一転、白星が先行。しかし7日からの首位阪神、2位巨人とのカードで負け越し、そして5月14日の広島戦、42試合目でついに G9 優勝が消滅しました。42試合目での消滅は76年89年に並ぶ球団ワースト2位タイ。5月14日での G9 優勝消滅はこれまでの球団記録だった54年5月16日より早く、球団史上最速です。今シーズン DeNA 低迷の原因は外、オースティンが抜けていた打線よりも投手陣の崩壊です。特に先発ピッチャーが悲惨で、開幕ローテ入りした先発投手のうち6回を3自責点以内に抑える QS 率が合格ラインの6割以上を記録しているのは浜口投手のみ。数少ない安定感を誇っていた平投手が故障のため離脱。前年10勝の大貫投手も突如崩れ始め、他の投手は早い回で KO されるひどい状態に。首位阪神の先発陣とは歴然の差です。また前年のセットアッパーだった石田投手が開幕から大炎上。エスコバー投手も来日が遅れ、勝ちパターンの中継ぎの頭数が足らず、多くの逆転負けを招きました。 G9 優勝消滅チームの共通点、ほぼ首位が独走。自力優勝消滅が早いチームはその年の首位チーム、もしくは上位2球団が飛び抜けているケースが多いです。
15年のオリックス以外の6チームは19勝が消滅した時点で首位と15ゲーム差以上離されています。2003年は阪神、2005年はロッテとソフトバンク、2008年は阪神、2017年は楽天とソフトバンク、2018年は西武、21年は阪神が他球団を圧倒していました。投手崩壊は頻打。今回紹介した7チームは必ず投手崩壊か頻打に苦しんでいます。こちらは7チームの簡単なシーズン投打成績です。投打ともに壊滅的な数字となっているチームもあれば、投手成績は上位でも頻打に苦しんでいるチームもあります。また2003年横浜のように本塁打数は多くても得点力に乏しいチームもあります。最終成績はほぼ最下位。5月中に19勝が消滅したチームは15年のオリックス以外最終成績が最下位となっています。中盤以降は持ち直しても序盤に溜め込んでしまったあまりにも大きすぎる借金が響いてなかなか浮上できない傾向が確認できました。ほぼ監督が交代。今回紹介したチームはシーズン途中もしくはシーズンオフにほぼ監督が交代しています。2003年の山下監督、2008年の大谷監督は次の年も指揮を取りましたが、大谷監督は翌年成績不振のため5月で途中休養。15年森脇監督、18年那須谷監督は自力優勝が消滅した翌月にチームを離れ、2005年田尾監督、2017年伊藤監督はその年限りで退いています。というわけで今回の動画は以上となります。今回 DeNA は自力優勝が消滅しましたが、決して優勝がなくなるわけではなく、今後 DeNA が勝ち星を積み重ね阪神が DeNA 以外のチームに敗戦すると再び自力優勝が復活する可能性は大いにあります。ソト、オースティンの両外国人が合流して打線が元に戻りつつありますし、課題の先発もエース今永投手が近く復帰すると報道が出ているので、頭数が揃えば今後盛り返す可能性は十分にあると個人的には思います。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。新たにサブチャンネル、ツイッターも開設しましたので概要欄からフォローお待ちしております。ありがとうございました。